皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう川崎市20人無差別殺傷事件の現場内閣府は犯罪被害者遺族への給付金は自動車事故で被害者に支払われる 自賠責保険の保険金と同程度になっていると言っています。まやかしですよ、こう語るのは、犯罪被害者支援弁護士、フォーラム事務局長の高橋正人弁護士、63。弁護士登録をした1999年以来、犯罪被害者支援を続けている。関連記事、川崎殺傷事件、ヘッコキと呼ばれた容疑者の個絶人生。このところ、精算な事件が後を絶たない。 まだ記憶に新しい5月28日に川崎市で起きた児童ら2 2人への無差別殺傷事件だ。岩崎隆一容疑者51が犯行後に自殺したため未だに決定的な犯行動機は解明されていない。事件現場長らく喧嘩に訪れる人が絶えなかった。さらに6月24日には名古屋市内の路上で男性2人が犠牲になる事件が起きた。 死亡したのは44歳と41歳の男性。二人は現場付近に住む同じ会社の同僚だった。愛知県警は現場近くに住む無職佐藤俊彦容疑者38を逮捕。被害者たちと口論になった末、視察した突発的な犯行とみられる。犠牲者の体には多数の刺し傷があり、佐藤容疑者には強い殺意があったとみられる。 こうした事件や犯罪に巻き込まれてしまったとき、残された遺族はどうなるのか。遺族の生活や経済支援について言及されることは少ない。前室の高橋弁護士が語る。被害者が不慮の死を遂げた。犯罪被害者等給付金支給法、半給法で遺族給付金が支払われます。支給額は被害者の年齢、収入と、 扶養していた人数にお、最低320万円から最高限度額2964万5000円です。ただし、会社や友人などの人間関係が背景にある事件だと3分の2に減額されます。これまでに最高限度額が支給された、一度もありません2018年4月から8歳未満の維持がいる場合は、その年齢、 人数に応じて加算その半休法による支給額について高橋弁護士が作成したのが上の表だ。2017年度に支給された額の平均は628万5千円となっている名古屋の事件で殺された44歳男性は妻と子供2人との4人暮らし表中3の条件41歳男性は妻と4人の子供との6人暮らしで 表中、四、の条件になる。一家の大黒柱を失った遺族には、正直、見舞い金程度です。現在の日本の制度では、被害者は、殺され損なのです。高橋弁護士さらに、労災が支給された場合や、民事訴訟で、加害者への損害賠償請求が認められた場合も、減額されてしまう。川崎の無差別殺傷事件では、 岩崎容疑者が死亡しているため、損害賠償は見込めない。犠牲となった外務省職員の39歳男性は、妻と子供が一人いたため、支給額は、表中、2、の条件になる。もう一人の犠牲者、11歳の少女には、収入がないため、支払われるのは、1、の最低保障額。内閣府が引き合いに出す、自賠責保険の支払額とは、 大きな隔たりがあるのだ。だが、同じ、不慮の死でも、交通事故となると、話は全く違うという。6月10日、実況見聞に訪れた飯塚容疑者、写真中央4月19日、東京、池袋で、飯塚光造容疑者、88、が起こした自動車暴走事故では、31歳女性と、その娘の3歳女児が、犠牲。交通事故の被害者には、 自賠責保険だけでも死亡で3000万円。任意保険が加われば6000万円以上の支払いになります。私の感覚、小学生が横断歩道で引かれて亡くなると約6000万円が遺族へ支払われます。40代の働き盛りの最大者なら8000万から1億円。半給法の支給金。桁が一つ違います。当然その各社が注目されたのは 2008年の秋葉原無差別殺傷事件だった。加藤聡大死刑囚、36がトラックで通行人を跳ねた後、ダガーナイフで通行人を次々に襲撃した。刃物で刺された10代から20代の犠牲者は、半給法で300万から400万円が支払われただけ。一方、トラックで引かれて亡くなった人に、6000万から7000万円が支払われました。 同じ犠牲者でもこんなに大きな差があるのです。同然反休法は2008年に大きく改正されたがまだまだ日本は犯罪被害者への経済的保障で立ち遅れている。ドイツでは手厚い被害者保障法がある。家族が殺されると失われた収入額の42.5%。年金として支給され続けます。国が国民を守らなければいけないのに 守りきれなかった。その責任は国にある。だから国は犯罪被害者に対して手厚い保障をしなくてはいけないという発想です。イギリスは日本と同じ一時金が支払われますが。交通事故と同程度の6000万から7000万円が支払われます。しかし日本では本来殺人犯が払わなくてはいけないものをなぜ税金で払うのかという意識が強いのです。 高橋弁護士被害者遺族の無念を高橋弁護士が代弁する。遺族の一番の望みは犯行動機など事件の真相犯人が生きていれば、まだなんでうちの娘なんだと問いただすことができます。でも、川崎の事件のように犯人が自殺すればその機会も奪われて刑事罰も与えられず真相解明もできず、半休法での支給額もわずか。 遺族は誰に怒りをぶつければいいのでしょうか給付金が支払われたからといって。遺族の心が癒されることはないが、格差は是正されるべきではないか。週刊週刊フラッシュ2019年7月16日。